こんにちは、スプリングです。私は今、兵庫県香美町、ここは浜水というところに来ております。まあ、このようにね、結構、日本海が綺麗な場所に来ておりますよ。まあ、この辺りはね、結構、この断崖絶壁が立ち並ぶところとして、ジオパークというところにね、指定をされております。そのような場所でね、キハ47や、キハ189の撮影を以前やってまいりました。今回はその、ツゲの撮影ね、やっていこうと思っております。まあ、続編という感じですね。まあ、前回この特急浜風3号をね、撮影をした後に、また20分ほどしますと、特急カニカニ浜風号がやってまいりますので、そちらをね、撮影をしていきたいなと思っております。というわけで、移動していきましょう。いや、全然行けるかわかりませんけど、ちょっと高台を目指していきたいですね。いや、今の先ほどね、映っておりました、あの漁村の中を走るね、線路の北側なんですが、ここ線路ですね。ここちょっとね、上上がれそうなので、これ上がってみたらなんかね、津波が来た時の避難場所があるようなんですが、あ、お地蔵様が、失礼いたします。高さ稼げて海見えるんちゃうかな。ちょっと賭けですけどね、全く来たことがありませんが、ちょっと見に行ってみようと思いますよ。あー、こら海見えへんね。あー、どんどんこっちに高さを稼ぐと海が見えなくなるんやな。どうしようかな。さあ、というわけでこんな場所まで上がってきました。この独特な建物、こっちなんもないんですけど、多分砂防ダムですよね。海抜は19メートルのようですが、まあ、ちょっとこの砂防ダムから撮ってみようと思うんですが、やっぱ海があんま見えないですよね。いや、もう10メートルでも高かったらね、結構見えるとは思うんですけども、まあ時間もないし、ここでやりましょうか。いや、ちょっと雨がひどくなってきた。いや、邪魔だからね、傘置いてきたんですけどね、身長がちょっと足りないので、こんな感じでちょっとね、高さを今日は稼ごうと思います。まあ、三脚のエレベーターを全開にすると少し海が見えておりますね。そして時間になりまして、特急カニカニ浜風号がやってまいります。いや、もうちょっと海がね、見えたらよかったんですが、写真はこんな感じです。まあ、海の存在感が少しね、残念ですが、まあ、この漁村を走る、特急浜風をね、表現することができたのかなと思います。いや、降りてきました。さっきの車にね、こんな、なんて言うんだろう、トンネルじゃないけどもあるんですが、これすごいね、めちゃくちゃ立派なレンガ造りですよ。いや、これ山陰本線開通した時からのものなんじゃないですか。いや、このアーチ型非常に素晴らしいですね。というわけでね、急遽ですがちょっとこれと一緒に列車を狙ってみようかなと思います。まあ、もうそろそろね、キハ47がまたやってまいりますのでね、撮っていこうと思います。なかなか味わいのある雰囲気で、その上をキハ47が通過をしてきました。写真こんな感じです。いやー、非常にね、レトロチックで、いい写真が撮れたんじゃないかなと思います。いや、いい出会いでしたね。さあ、そしてその後ですが、霞駅の方にやってまいりました。まあ、霞駅もね、結構立派な駅になりましたね。もっと駅前とか、まあ、いろいろあったんですが、今非常にね、すっきりしております。今日の 6D、まあ、つまり浜風6号になる列車ですね。いや、こんなにいいところに止まってるとは。いやー、181時台にやっぱ撮りたかったですね。撮り放題じゃないですか、こんなんね。いやー、いいなー。いやー、久々に乗りたいですね、浜風も。最近ハットばっか乗るにしてもハットばっかですからね。浜風大阪と書かれております。この189系とかね、あの文鎮とかね、こういうような感じで種別がね、結構わーっと動いてるような感じで流れながら表示がされるようですね。ああ、かっこいい。
いやいいっすね。お客さんは乗ってないな、まあ、6両つないでるんですが、この先頭を見る限りは誰も乗ってませんな。いやいいね、模型が欲しくなるよ。というわけで浜風の観察はこれぐらいにしておきまして、今度はね山留鉄橋とかその先の山陰線でも少し撮影をしてみようと思います。まあちょっとね動画の尺が長くなってしまいますので、今回の動画はここら辺でちょっと置いておこうと思います。にしても山留鉄橋本当に変わりましたね。少しだけ赤色の橋脚が見えておりますけども、まあ昔はねああいうような橋脚が高いのがいっぱい立ち並んで、ガーター橋がね、続いてたところになるんですけども、いやーその時代撮りたかったんですが、今はこういうのは PC 橋になりましたね。まあしかしながらこれはこれでねいいのが撮れそうな気はするんですが、撮れるかどうかはわかりません。それはねまたちょっと次回の、様子でお伝えをしようと思います。というわけでご覧いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。